こんにちはこれまで色についてさまざまな解説をしてきましたが今回は色相感を踏まえ補色についてお話ししたいと思います。補色とは色相感上で向かい合わせになる色の組み合わせのことです。なぜ補色というかというと人間の目の仕組みが関係しているそうです。人間の目は例えば赤色をずっとと見ていると 緑を見ようと働き、逆も叱りだそうです。人間の目はない色を補おうとする働きがあるため、補色というそうです。また、補色同士の色の組み合わせは、互いの色を引き立て合う相乗効果があるそうです。クリスマスカラーである赤と緑などがそうですね。これを補色調和というそうです。 次回は捕食のハレーションという現象についてお話しします。